青葉、青葉、どうした？考えすぎだ。思考回路がショートするぞ。マジか？つかどんだけ貧弱な思考回路なんだよ俺。比較対象をごく一般的な成人男性として、その思考回路の強度を仮に100とすると。いいいい、そういうのはいいから。その説明で余計にショートする。そうか。青葉、近道をするなら次の道を右だ。あっぶね、通り過ぎるとこだった。でさ、本当にあったらしいんだよ。こう、いきなり頭の中を乗っ取られるっつうの。なんだそりゃ、強制ライム参加かよ。そうそう、まさしくそれだよ。道端でいきなりライム仕掛けられて、しかも相手がすっげえ強いんだって。でもそれって、薄井がいない状態ってことだろ。なのにライムとかできんの？それができるらしいんだよな。よくわかんねえけど。準備も何もしてねえのに戦うとか無理じゃね？問答無用らしい。とにかく強制的に引っ張られてボコられるってんで、まさしく辻斬りだよ。やべえなそれ。ん？図体の割に大したことねえな。せっかく彼女の前だってのに台無しじゃねえか。
髪を結ってもらいたいって。生意気なのよ。そうよ、部をわきまえなさいよね。お嬢さん、そう思ってくれるのは神結冥利に尽きるぜ。けどな、みんな俺の大事なお客さんなんだ。順番はちゃんと守ってもらわねえとな。はい。彼氏もちっと強引だったが、あんたを思ってのことだ。あんまり責めてやるなよ。また日改めて来てくれ。そん時は歓迎するからよ。いつまでそこにいんのよ。どいてよ。あの、光尺さん、汗かいたでしょ。これさっき。いや、そりゃ悪いだろう。気に入って買ったんだろう。自分で使いな。いいです、光尺さんに使っていただけるなら。きっとこのハンカチも本望です。本望ね。そこまで言われて断ったんじゃ男がスタルってもんだ。そんじゃありがたく使わせてもらうぜ。ありがとな。さっさと行くか。アオバ、おい待てって。コウジャック、アオバ、やっぱり青葉じゃねえか。ああ、なんだよ水くせえな。いたんなら声かけろって。ああ、まあ仕事中に通りかかっただけだし。仕事中？配達か。つか、お前も仕事中だろ。なんか騒ぎになってたけど。ああ、こいつが列を無視しようとしたからよ。ちょいと軽くな。お前いい加減にしとかないと、そのうち刺されるぞ。刺される？誰に？見りゃわかるでしょうが。あー、まあ大丈夫だろう。つか俺がそう簡単に刺されるように見えるか。とにかく女遊びはほどほどにしとけよ。陰で泣いてる女がどんだけいるんだか。んなこと言ってもな、しょうがねえだろう。スエゼン食わぬは男の恥だし、女はこの世の宝だし。女は綺麗で可愛い。だからみんなに優しくしてやりたいんだよ。光尺さん、素敵、大好き。
まあそれはそれでいいんじゃないですかね。お、到着さん早く。ちょっと次は私が言ってもらう番なんだから。ああそうだ、また近々お前んとこ行くからタエさんによろしく。へいへい。いらっしゃいませ。あら、青葉ちゃん、毎度お疲れ様です。これ、お願いします。はいはい、預かるわよ。それじゃ失礼します。青葉ちゃん、この後はお店へ戻るの？いや、今日は帰ります。店長が店早く閉めるから、これ終わったら。あら、そうなの、いいわね。だって今夜はダンならの最終回じゃない。ダン？何ですか？やった、もうこの間教えてあげたばっかりじゃない。あ、そうでしたっけ。ドラマよ、ドラマ。チークダンスでさようならよ。今日でついにどちらをパートナーに選ぶか決まるのよ。私は断然カイザー松岡がいいと思うの。あの爽やかな笑顔にちょっぴりの薄っ気がたまらないのよね。はあ。じゃあ俺そろそろ。そういえばね、アバちゃん聞いた？ほら、あの話よ、あの話。もしかしたら知ってるかもしれないんだけど。ほら、北の氷河谷にあるじゃない。あの、もともといい噂のないところだけど、最近特に物騒な噂を聞くのよ。はあ。あの辺にね、超極悪非道な死刑囚がリーダーをやってるチームがいるらしいのよ。ああ、スクラッチでしたっけ。なんかヤバい連中が最近よく出没するみたいですね。そうそう、刑務所の囚人たちで作られたチームらしいじゃない。確かちょっと前にもあの辺で誰か誘拐されたとか、建物が壊されたとか、そんな話があったでしょ。怖いわよね。夜道なんておっちおっち一人で歩けないわよ。警察なんて全然頼りにならないしね。それどころか警察だって私たち何するかわからないし、ほんと生きにくい世の中よね。あー、やだやだ、私も早く帰りたいわ。ねえ、もし帰りに襲われちゃったりしたらどうしよう。え、大丈夫じゃないですかね。なになに、なーに、青葉ちゃんひどー。私の一体何が大丈夫だって言うのよ。あ、じゃあ俺はこの辺で。お疲れした。ちょっと。え？あの青いのはどうしたのかしら。あら、クララちゃん、電車に会いたいの？そうよね、ク
タラちゃんとレンちゃん仲良しだものね。ああ、今日は会いにくい家に。そのカバンに入っているんでしょ。私に挨拶もしないで帰るつもり。アオバ、どうし、レン、どうしたの？まだ眠っているのかしら。ごきげんよう、クラ。ごきげんよう、レン。なんとに、クララちゃんとレンちゃんは仲良い。それじゃあ挨拶も終わったし、今度こそこの辺で。ああ待って、ちょっと待ったおばちゃん。え、もう一つだっけ。ちょっと待ってね、悪いわね帰るところ。ねえ、お疲れ。避けて通れないのであれば仕方ない。青葉こそ大丈夫か。なんとか。さあ帰るか。おお、これブレインナッツのジャケットじゃん。なあ、このデザインって今プレミアついてるやつじゃね。やべえ、俺これすげえ欲しいんすけど。なあお兄さん、駅前の店で売ってるよ。ちょっと待てって。お前なんだよその態度。俺は今ここでこれが欲しいって言ってんだよ。つかさ、俺らバグボムなんだけどさ、知ってるよねバグボムで。何舐めてんの。出せ。ああ、おい今なんつった。出せっつったんだよ。ああ、おめえどこのチームよ。入ってねえし。はあ、まさかのノーマーク。マジか。ありえねえ。
ノーマークってことはやっちゃっていいんだ。余裕っしょ。お兄さんさ、ちょっと一緒にあっち行こうよな。その辺にしとけよ。ああ、こいつに絡むと顎砕かれるぞ。はあ、何、お前誰。ああ、おい、やばいよ。何がだよ。こいつドライジュースのヘッドの水木だ。はあ、ドライジュース。こいつの必殺技知ってるか。キツネのかかと落としっつーの。一発食らうと顎砕かれるぜ。ドライジュースなら最初からそう言えよ。行こうぜ。だっせーな、おい。逃げるくらいなら最初から喧嘩売るなっつーの。よ、久しぶりだな、青葉。水木。キツネのかかと落としってなんだよ。お前の足技の話だよ。名前はさっき適当につけたけど、でも顎砕いたことあるのは間違ってないだろ。何年前の話だよ。俺は今でもよく覚えてるけどな。つか、お前がこの時間にこの辺にいるって珍しいな。はあ、まあな。ようやく来る気になったか、ドライジュースに。まさか、そういうの嫌だっつってるだろ。チームも入ってみりゃ意外といいもんだぜ。とにかく面倒いの嫌なの俺は。出るよ。でも最近はうちも結構微妙なんだよな。微妙？そうか。お前んとこ相変わらず最強だろ。あれだよ、ライムのせいだ。ライム？うちのメンバーもちょろちょろ流れてんだよ。ライムなんて頭脳戦っていや聞こえいいけど、所詮はただの妄想ゲームだろ。まったく、どこがいいんだかわけわかんねえよ。まあ確かにな。それから神隠しだ。神隠し？聞いたことあるだろう。昔リブのチームが丸ごと全員行方不明に。ああ、あるけど、でもあれって都市伝説みたいなもんだろ。どういう理由かは分かんねえんだが、最近ぱったり見かけなくなったチームがいるんだよな。ヘマでもしてヤクザに締められたとかじゃねえの。それが消えたチームのメンバーが数日経ってからフラッと帰ってくるってのが起きてな。でもそいつ何も覚えてなかったらしい。自分のことも忘れてて、まるで脳が壊れちまってるような感じだったらしいぜ。でも神隠しって確か犯人はあのモルヒネだってオチじゃなかったか。もまそうなんだけどな。犯人がモルヒネじゃないとなると、もしかしたら
ライムやってる奴らの仕業じゃねえか。そりゃちょっと話がぶっ飛びすぎだろ。本気で言ってるわけじゃないぜ。ただ最近奴ら調子に乗ってきてるからな。だからって神隠しまでやって、しかも人の頭をおかしくするとか、どんなことできんのか。